皆さんこんばんは。こんばんは。ということで、はい、みんなの街の投稿事件簿のお時間でございます。やってまいりましたね。いろいろいただいているんですけども、はいはい、うん、なんか今日というか、なんか最近その変なおじさんの話多くないですか。変態のこの投稿事件も。そうですね、みんなの街の変態投稿事件簿に書いた方がいいんじゃないかっていうぐらいだいぶ変なおじさんの話多いですね。多分、はいはい、まあ、届いている、うん、順番じゃないじゃないですか。そうですね、一応なんかこう順番はこう前後するじゃないですか。はい、うん、俺多分ね、この羅列こうね、順番をこう決めてる、俺多分健吾の趣味だと思うんですよね。え、抽出してんの？もしかして。そこの部分のエキスだけ抽出してんの？変態多め、変態多めみたいな。多め、ラーメン屋みたいね。マシマシだ、今日も変態。マシマシでね。今日はどんな味なのか。どんな変態多いのか。ということなんですけども、はい、まずはですね、サラさんからいただきました。サラさん、はい、はい、タイトルが、うん、家事多いな。はい、これはやっぱちょっと変態とかけ離れてますね、さすがにこれはね。サイレンが鳴り響く夕方、国道沿いで消防署が近い我が家、緊急車両がサイレンを鳴らし、時にはスピーカーからがなる声は日常茶飯事。その日もサイレンを鳴らした緊急車両が通っていく。かなり台数が多い。高いマンションも多いし、住宅密集地でもあるので延焼しているのかなと程度、まあそれぐらいな感じでこうね、思ってたらしいんですけども、まあそれにしても火事が多いなと。でですよ、その日ニュース見て納得したんですけど、あの羽田空港で飛行機と海上保安庁の事故があった日だった。あれ2日でしょ。近隣の消防署からね、助っ人でこう駆けつけていったんです。そういうことだったのか。なるほどね。どうでもいい話ですいませんと。年始早々地震や事故が続いていますが、お二人のプロレストークで笑かしてくださいと最後まとめられております。いや、まあそうですよね、あの火事の話から急にプロレストークってハイヤーデスマッチ昔ありましたけどね。FMW でありましたね。大仁田選手とあとザ・シークとかが、はい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 、あまりに燃えすぎちゃって、なんか、うん、なんとか中毒、はいはい、一酸化炭素中毒になっちゃって、うん、なったもうあの止めたんですよ試合を。うんうんうん、で、それこそ消防車とかが来てね、そう、あの消火させたっていう。でも、はい、あの時、まあ、大仁田選手がね、はい、こう、まあ、主役で頑張ったんですけど、はいはい、そう参加してるってシークとかさ、うん、テリーファンクとかなんか、うん、そうね、もうこの年齢の子って老人虐待なんですよ。老人をあの有志鉄線の中に押し込んで、いや自分の意思もあるから飼育的には多分ひぜめですよ。契約書もあれしてるから、まあ、書いてんねんけど、まあまあ、ね、まあまあ、あの時でもかなり飼育選手は高齢でしたからね、うん、50後半とかさ、もちろんもちろんそうでしょ、それぐらいやったと思うからさ、はいはいはい、俺はもう中学生ぐらいやったけど、あ、老人虐待やなって思いながら見てましたね。あんなに狂気持ってる老人いねえだろ考えてみたら。ガン強、めちゃめちゃ強いんだから、こうやってやったりとかするからね。ね、そう、狂気攻撃しかないと思ったらキャメルクラッチガン強、キャメルクラッチ一応カバージョっていうね名前でもありますけど、これで決めますからありましたけどね、はい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 、続きまして、はい、片人さんからいただきました。はい、はい、私が小学校1年生の頃です。今から約30年ほど前、クラスメートに少しだけ、重い知的障害を抱えた女の子がクラスメートにいたんですね。で、今の小学校にもそうした係があるかわからないんですけども、その障害を持った女の子の近くに住んでいる生徒から、まるまるちゃんをサポートする係を決めて、まあ、登下校の際に一緒に行くみたいなね、はい、でそういう係があったらしいんですけども、うん、その知的障害を抱えた女の子、A ちゃん、うん、にしておきますけども、はい、その A ちゃんの世話係に選ばれたのは、たまたま近所のマンションに住んでいた私と、うん、同じマンションの別の階に住んでいた女の子 T ミちゃんでした、うん、A 子ちゃんには健常者の小学校6年生のお兄ちゃんがいました。1年生の自分からしたらとんでもなく大人に見えたんですけども、 A 子ちゃんのことを気にかけていて、私たちにもとても優しく接してくれるお兄ちゃんだったんです。 A 子ちゃんの家は事情はわからないですけども母子家庭、お母さん、そして優しいお兄ちゃんで、 A 子ちゃんの3人暮らし、はい、で朝はですね、 A 子ちゃんの家に T ミちゃんと迎えに行くんですね、うん、でお母さんがこう出てきて、今日もよろしくね、ありがとうね、いつもって、ね、うん、で見送られる。で下校の時
A 子ちゃんを家まで届けると。で A 子のお母さんはもうめちゃくちゃ腰の低い人で、うん、何度も何度も私たちに頭を下げて、ありがとう、ね、でまあおだちん代わりにこれね食べてみたいなおやつくれたりし て、すごいいい関係だったんですね、うん、で小学校に入学した時から A 子ちゃんの送り迎えをしていたので、そうしたあまあ生活がごくごく当たり前の、うん、まあ生活になっていって、で学校も楽しくてとても平穏な日々でした、うん、普段は比較的おとなしい A 子ちゃん、登下校中に興味を持ったものから離れなくなることがあるんです、うん、同い年の女の子とは思えない力で強烈に抵抗されて引きずられて、もうこれ見るっつってね、うんうん、で、ちょっともうねあの行くよっつってね、うん、もう無理やり行こうとするともう泣いたり、うん、わがまま言うたりみたい な、うん、でちょうど私自身1歳の妹がいたこともあったので、子供にしてはかなり根気強く付き合っていたと思います、うん、なるほど、はい、担任の先生と私の母との三者面談の際に、うん、まだ小学校1年生なのにすごく面倒見が良くて我慢強く、どうやったらこんな子に育つんですかと、うん、まあね、先生からお母さんに、はいはい、こう話が行ったみたい で、うん、でうちのお母さんがとても嬉しそうにね、うん、答えたりしてる姿見て私にとってはすごいプラスだったんですけど、はい、でそんなある日なんですけども、21時には今すぐ寝ろと言われて育った私がまだ起きていた時間だったので、おそらく、まあ、8時前後だったと思うんですけども、はいはい、うん、自宅のインターホンが鳴りました、うん、お母さんが対応に出てみると玄関先に大量の大人が、困惑する母が対応してリビングに戻ってくると青ざめた顔で私に一言言うんです、うん、A 子ちゃんが亡くなったって。私と一緒に A 子ちゃんの、まあ、サポート係をしていたティミちゃんの家にね、電話をかけていましたと、うん、で人の死というものが全く理解できていない私は数日後 A 子ちゃんのお葬式にクラスメート全員と参列しました、はいはい、で、まあ、サポート係だったティーミーと二人でね、うん、こう代表して、まあ、作文を読み上げ る、 なるほど、係になりまして、うん、で泣き疲れた様子の優しい A 子のお兄ちゃんに作文を手渡すと、うん、引き継ぎの中に作文は収められたんですと。で記憶がないだけか当時の大人の配慮かは覚えてないんですけども、うん、私たちは遺体を直接目にすることはなかったんです。担任の先生や他の生徒から励ましの言葉をかけられて、泣きじゃくる私とティーミちゃん、で、私はただそういうふうにねすごい心配してもらって、うん、ね、こう、元気出してねみたいなこと言われるんですけど、うん、私は涙の一滴もこぼれなかったんです、うん、人の死の意味が当時は本当に分かっていなかったんだと。ただその日から時々おやつをくれた A 子のお母さんも、優しかった A 子のお兄ちゃんも見かけることはなくなりました。時が経って中2の頃ですね、小学校3年のクラス会以来久々にティーミと同じクラスになったんですと。で思春期ど真ん中なので小2以来じゃんなんて声をかけることなんか一切なかったんですが、まあ久々みたいなね感じでちょっとね喋ったりしつつ、でクラス替えをきっかけに A 子ちゃん係のことを、その時にサポート係のことを思い出しました、うん、何時のことね。で家に帰ってお母さんに、うん、そういえばさ小学校1年ぐらいの頃にさと当時のことを聞き始めた時に、はい、お母さん急に顔をこっちに向けると、あんた何も覚えてへんの、はあ、みたいな感じなんですって、はい、何いや、まあ、人がいっぱい来たこと覚えてるよ、うん、ああ記者の人ね、うん、新聞屋さんとかも来たね、めっちゃ来たわ、ね、ちょどういうこと、うん、記者の人、新聞社の人どういうこと、うん、そうやで、あんたの写真撮らせてくれって言われてさ、お母さんめちゃくちゃ困ったんや、撮らせんかったけど、それってもしかして A 子ちゃんが死んだから来たの、うん、そう、A 子ちゃんのお母さんが A 子ちゃんの首絞めて殺した事件やったからね、それも覚えてへんの、お兄ちゃんが修学旅行でいなくて二人きりになった時に、うん、A 子のお母さんが A 子ちゃんの首絞めて殺したんよ、この子は生きててもずっと人様に迷惑をかける、今もクラスの子たちに迷惑をかけとる、毎日毎日送り迎えしてもらって申し訳ない、それが動機やったみたい、そう記者の人言うてたわ、ああそうか、ごめんごめん、動機の一つが存在が関わってたから担任の先生とこれは言わん方がいいって話したの忘れてた、ごめん今言っちゃってごめんと、はい、まあ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 、お葬式の日のことを思い出して、そういえばあの場に A 子のお母さんがいなかった記憶がバンと、うん、そうなんですね、フラッシュバックしてきて、はい、同時に
A 子のお兄ちゃんの存在もその時に思い出したんです、うん、そういえばはお兄ちゃんもいたよねって、あの子が一番かわいそうやったわと、 A 子のお兄ちゃんは本当に A 子ちゃんを大事に思っていて、家にやられたもちろん休みの日なんてね、もう積極的に A 子ちゃんの面倒を見てたんですって。そうなんだね。でも A 子ちゃん、あ、 A 子のお兄ちゃん自身もまだ小学校6年生で普通の男の子、学校の友達との思い出も作りたい 年頃の彼は悩んだ末に修学旅行には行きたいとお母さんにお願いして、もう自ら修学旅行に行ったんだと、うん、でその修学旅行中に自分の母が自分の妹を殺害するという、もう A 子のお兄ちゃんずっとずっと悔やんでいた、はい、僕がわがままを言って修学旅行に行ったから妹は死んだんやと、お母さんも A 子もあんなことにはならなかった、僕さえ言い続ければ、そう自分のことを責め続けていたらしいです。このお兄ちゃんは親戚か施設にその後引き取られたらしいんですけども、はい、その後どうなったのかは分かりません。はい、したらお母さんが、うん、あのお兄ちゃん、そういえばな、母子家庭だったため、A 子の母は昼も夜も働きに出ていて、小学生だったお兄ちゃんは幼い妹の A 子ちゃんの面倒をずっと見ていた、うん、そして A 子ちゃんが小学校1年生になると、近所の子たち、私とティーミが送り迎えをしてくれるようになったことで、少なくとも学校に行っている間はその面倒を見ることから解放された、はい、今まではずっと A 子のことを心配してたから、6年生になって初めて学校に行くのが楽しくなった、うん、だから本当に感謝しています、うん、ありがとうございますって、お葬式の後、うちに来て、うん、あんたに伝えてって言ってきたわ。そうなんだ。6年生やのにめちゃくちゃ大人やったわ、うん、お母さんその時なんて声をかけたらいいかわからないのかなった、はい、おそらく当時の大人たちによる配慮で、うん、まあ、ある程度のことは伏せられていたんだと思いますけども、うん、その事実に衝撃を覚えたのと同時に、うん、私は初めて身近な人の死で、その時に初めて涙を流しました。なるほどね。そういったお話ですね。これはもうね、いろんな、そのお兄ちゃんの気持ちとか考えると、なんて言葉にしていいか分かんなくなってしまいますね。本当にね、もうこれを読む前にもうテリーファンクとかでボケとけへんかったよかったなと思いました僕は、はい、ちょっと戻って殴りたいよね、いや本当に、その時の自分は本当にファイヤーです。そう言い出したら一番初めの方がプロレストークで笑かしてくださいとか言うからやんとかも思ったりして、あのね、はい、これ僕もね、はい、小学校中学校でいたんですよ、はいはい、でそういうね、障害抱えてる方 で、はいはい、でだけど、うん、クラスでその子をサポートするっていうことで、俺も小学校中学校何回かその子と同じクラスになりました。 男の子だったんだけど、うん、でも先生も親身に、でそのお母さんもね、うん、すごくなんだろうな、特別な感じにしたくない、はいはい、普通と同じようにしたいからって言って学校、小中学校通わせて、その時の時間を僕は一緒に過ごして無事卒業したっていうところも僕は見てるので、でもご家庭でね、一緒に暮らすっていうことは大変なのかもしれないけど、でも それでもさね、生まれてきた子に罪はないわけですからっていうことをやっぱり根本ではやっぱり思ってしまいますね。そうだから何かしらの理由でね、母子家庭になってしまわれてという状況なんですけど、母子家庭そうだったね。まあなんかね、もう少し国のサポートなりなんなり、行政なりができたらなとは思いました ね、はい、あるのかもしれない。でも気づいてない方も多いと思うんですよ、うん、そうですね、はい、調べたりすることすらままならないからね、そうそう、もう時間に追われてるからさ、生活していく中でね、いやすごく、言葉に詰まるような、そうですね、はい、続きまして、はい、和田さんからいただきました。ありがとうございます。私は現在都内の、公共施設の非正規職員として働いていますと、はい、で、今から話す話は私の前職の話なんですけども、私は就職活動に失敗して、大学卒業後もこういろんな、ね、会社にこう履歴書を送る毎日だったと、でようやく都内の某大学の臨時職員としてなんとか採用されたんです、はい、で初めての社会人の生活じゃないですか、まあ大変だったと、まあ、合わせて貴重な経験だったと今では思えるようになりました。しかしそこの職場で3年目の時なんですけども、職場の方の態度がなんとなく私を辞めさせたいんだろうなという雰囲気がすごいあったんですって。でその後その会社更新するかどうかっていうね、こう聞かれた2月頃です。
案の定はもっと経験のある人を雇いたいんだと向こう側からこう言われて解雇通告を受けました。で今のね職場にその後、まあ、勤めることになるんですけど、その今の仕事は2024年で8年目になる、こう長く今働けていると、はいはい、で仕事内容以前とは全く異なるんですけど、めちゃくちゃ働きやすい環境で、うん、今ではこちらの方が良かったと思っています、うん、で現在の職場で前の職場である大学の不祥事が判明したニュースを知って驚愕しました。新年会でにこやかに挨拶をしていた学長たちが記者会見を行っていました、はあ、にこやかな雰囲気の裏でとんでもねえことをしてたんだなと思いました。大学周辺でデモも起きたらしいですと。ああそうなんですか。でむしろ私は判明して騒動に巻き込まれる前に辞めることになってよかったのかな、うん、と思うことにしていますと、具体的な職場の名前を挙げると身元がバレるのでということで、なるほど、私たちだけに、あはいはいはい、ああという、なるほど、はい、こういったことがね行われていた。まあ、でもねだから、まあ、今は違うところで働かれてるということで、はいはいはい、あの、まあ、よかったんですよね。よかったと思います、はい、きっとそういうところって、うん、多分いろんなところが腐ってるはずだから、そうそうそう、うん、まあ、新しいところでね今が続いてるんであれば8年だったね、立派じゃないですか、はい、ありがとうございます。変態がないですね今日は。変態ないのよ。ないね今日変態。やっぱこれ剣豪を操作してる今日は変態なしの回、変態多めの回とかちょっとギャップをつけてるのかもしれない、ね、もしかしたら ね、 ですね、はいはい、続きまして、うん、女子力高めのメスゴリラさんからいただきました何回か多分いただいてると思うけどさ、ね、そうそう、特殊な方ですよね。人間じゃないんですよメスゴリラ、ね、まあ、そうですよね、メスゴリラですからね、メスゴリラが筆を取ってくれてるんでありがとうございます。この話は、うん、2015か2016あたりの頃だったと思うんですけども、はい、私の住んでいるところはこう周りを山に囲まれた地形からドライブといえばこう山間の道を走ることになる、そんなエリアなんです、うん、で、はいはいはい、でそんなドライブルートを通って夜景の綺麗な場所への通り道、うん、ここは幽霊が出るという噂がちらほらあったりして、で、通り道に、なるんですけども、うん、確かに有名な観音様があると、うん、で、知り合いの家の下のところだし、あんなところに幽霊の出る原因なんかあったのかなとか、こういろいろと不思議に思っていました、うん、そして時は遡り、そんな噂が耳に入る3ヶ月ほど前なんですけども、うん、その頃会社の関係で展示会に出展していた私たち夫婦、夫婦のところに仲のいい知人の A 君、そしてその友達 S 君が来てくれました、うん、でちょっと前からスナックを開いた S 君のところへ A 君に連れられて何回か飲みに行っていたこともあったので、はいはい、でいろいろこう話しながら私は A 君とプライベートな話を、うん、S 君は私の旦那に、背取りやってみたいんだけど、アマゾンやヤフーなんかのオークションとか IT 絡みの方はビジネスとしてどんな感じになりそうですかねと、こうなんか将来の展望とかをこう旦那さんと一緒に話してた。なるほど。でスナックを開いたり他にもいろいろ資金もあるようなので、うん、若いのにいろいろチャレンジしたい子なんだなと、うん、こう思いながら話をしていたんですね、はい、でその展示会からしばらくした後なんですけども、うん、知人の A 君ほか2名私と旦那で忘年会をした時に、うん、A 君がですね、 S がさあの展示会の後から帰ってきてないんですけどって言ったら言うんですよ、うん、で、私はその前から A 君は S 君と一緒に部屋を借りていると聞いていたので、はい、春先にも帰ってこないその S 君みたいなね、うん、話を聞いてなんでだろうと思って、で A 君も引っ越しの必要性があって仕方なく S 君の実家へ連絡して部屋をその後引き払ったそうなんですけども、はい、そんな A 君の心配顔も忘れかけた頃です、ニュースをこう見てると、うん、S 君の名前が聞こえてきたんです、うん、パチンコ打ち子殺人遺棄事件の被害者として、ですね、被害者として、はいはい、で同居の死にだった A 君は、うん、失踪直後 S 君の実家の親御さんに連絡していろいろ骨を折ったみたいですが悲しい結果になってしまった、そして私たちはおそらく殺された日に彼と話をしていたんです、うん、わまさか殺人事件の被害者が身近にいてでその後殺されるなんて思ってもみなかったですと、彼が遺棄されていた場所、お察しの通りあの幽霊が出ると噂になっていた場所なんです。道からすぐ見えるようなそんなところに白骨化されるまで見つからなかった。なんでそんなひどい目に遭わなくちゃいけなかったんだろう。私の目にはちょっとだけ、まあ、人とは違う、まあ、ちょっと変わった若者みたいなそんな印象だったんですと。そんな殺されるような罪を背負っているようには見えなかったのに、
誰がその彼をねそんな目に合わせたのかと理由が知りたいですと、今でもそこを車で通るたびに心の中で手を合わせているんですと。気持ち的にね、はい、どうしてもその場所っていうのを通らなきゃいけないとか自分の地元とかだったら、うん、どうしても気持ちいってしまいますよね、はい、なんか僕も自分が帰ってくるとか行く時に長らく、花が手向けてある、うん、あの角があるんですけど、はい、もうねもう10年ぐらいずっと毎回手向けられてるんですよ、うん、で耐えることがないから、まあ、よっぽどそこでねあった出来事っていうのをチンコのためにって置いてるんでしょうけど、うん、あそこを見るたびになんかね俺はその人知らないけど、はい、そこ亡くなった方は分かんないですけど、うん、なんかどうしても思いを馳せる部分があるから、特に会って実際喋って、ね、うん、人となり理解した日に多分死んじゃったみたいなことでしょ、うん、余計やっぱ思いはあるでしょうね。なんかその幽霊の噂があるその噂の根本がさ、そうだね、自分のね、うん、近しいとこだったっていう部分もね、ちょっとなんか、いや、なんとも言えなくなっちゃうよね。だいたいそういうのって自分と関係ないからさ、そうそうそう、なんかだから噂話としてね喋ったりできるわけであってね、っていうとこありますな。これもなんとも複雑な思いになる話でしたね。いや今日は振り幅が大きくて、そうでしたね、重い話も多かったですけど、いろんな話がありました。はい、皆さん投稿ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。今後もですね、さまざまな事件募集しておりますので、はい、皆さんぜひお送りください。お願いします。というところでみんなの街の投稿事件簿以上でございます。どうもありがとうございました。では続いての次の投稿会談、投稿会談です。これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん。いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですね。マジ不思議プレゼンツ、怪談に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿怪談で人生を変えろ、賞金総額186万円。詳しくは URL から。一番怖かった。マジで。あれやばいよね。やばい。